皆さんこんにちは、あじまです。視聴者様よりご質問をいただきました。一眼レフを使い続けたいんですけども、今後を考えると Z シリーズ、ニコンのね Z シリーズではなくて、一眼レフを作り続けているペンタックスへ買い替えたくなっちゃいましたと、やっぱり時代の流れに乗ってここはミラーレスに移っとくべきなんでしょうかね、というご質問です。で、私の回答ですね、効率なんかを、重視しない場合はですね、無理に、ミラーレスに移る必要はないですよと。時代の流れっていうものは、確かにあるんですけど、それはね、考えずに自分自身のモチベーションとか興味とかをね、重視すべきですよというふうに、お答えしました。今回の動画ではですね、お気に入りのカメラで撮影するメリットであったり、ミラーレスへのマウント変更が、どんどん進んでいく、言い方あれですけど煽られていく中ですね、裏で起きている、私自身一眼レフとミラーレス両方、利用しているので、この利用者のね、複雑な心理っていうものを語っていこうかなと思います。今回もジマチューブスタートです。ジマチューブ、はい、改めましてジマです。先に結論お伝えしましょう。一眼レフと、ミラーレスの、比較考えるっていうのはとても大事なんですけど、私自身の結論はもうアナログとデジタルを比較する方がもっと大事、重要ですよというところで、ニコン、キャノンから、フルサイズミラーレス市場に参入して約、3年半ぐらい経過しましたね。 Z9 であるとか R3、フラグシップであったり上位機というものが登場してきて、本格的にミラーレス市場っていうものが成熟しつつあると。一眼レフ市場のシェアナンバーワン、ナンバーツーっていうのはキャノンと、ニコンになるんですね。ただそのキャノンとニコンが、実際今のところ一眼レフの後続機っていうものを、あまり出していないと。正直後続機が期待できない中ですね、実は私もですね、これじわじわと増えてることに気づいてるんですけども、ニコンの F マウントですね、一眼レフの F マウントからミラーレスの Z マウントへ買い替える方、確かに多いことは多いです。ミラーレスへ移ろうかなっていうので、同じニコンのカメラ使おうかなっていうので買い替えられる方が多い中ですね、ニコンの F マウントとかキャノンの EF マウントから、その Z マウントとか RF マウントじゃなくて、ペンタックスっていう、カメラメーカーを、乗り換えてしまう、メーカーというかブランドを乗り換えてしまう方が結構同じくらい多いんちゃうのかなっていうのが、ここ最近特に目立ってきているかなと。ニコンのですね、一眼レフっていうと、もう2年半ぐらい前ですね、本来であればオリンピックがね、開催されていた年の2月頃ですね、X-Speed6 という画像処理エンジンを採用して、ミラーレスの Z6 のですね、魅力っていったものを融合した新しいカメラ、ハイブリッド一眼レフとして一眼レフカメラの D780 が、登場しました。私自身 D750 を5年半ぐらい使い続けて、 D780 後継機がね、やっとこさ出たんで、もう飛びついて買い替えて、 D780というもので楽しく撮影しているんですけども、その後、2年前ぐらいですね、 D780 から半年ぐらいかな、経ったぐらいに、オリンピックに合わせてね、フラグシップ機っていうのはよく出てくるんですけども、最新型として一眼レフの D6 ですね、フラグシップの D6 というものが登場しています。ただその後はニコンからはミラーレスばっかりがね、出てきてますね。 Z6II、Z7II、Z5 であったりとか、Z9 であるとかね、ZFC も含めてですね、ミラーレスっていうカメラの、ラインナップの拡充の方が、優先なのかなと。で、確実にこの市場規模を含めると、一眼レフっていうのは、正直肩身狭いというか、どっちかっていうと、縮小していってるなと。で、レフ機とミラーレスのどっちが優れてるかっていう比較はもうこの際不要だと思ってます。なんでかっていうと、結構前までは一眼レフはこうだから、ミラーレスはこうだからっていう、その得意不得意がはっきりしてたんで、比較しやすかったんですけど、今となってはもうどっちもね、できることがほぼほぼ同じに、なってきているというところもありますし、過去にね、たくさん一眼レフとミラーレスの比較の動画って出してるので、気になる方はね、そちらを見ていただけたらなと。なので、極端な話、結論に戻るんですけど、アナログとデジタルっていうのはかなり大きな違いがあると思ってます。それは写真を撮るっていう目的に対して、カメラで写真を撮るっていうことは大枠はね、同じでも、仕上がりまでの工程であるとか、デジタルデータとして保存するものであるとか、フィルムとして保存するっていう、その保存方式も異なってくるんで、アナログとデジタルっていうのは大きく違いがあると。なので、アナログ派デジタル派どっちですかっていう比較はすごく大事なんですけど、もう一眼レフミラーレスどっちっていうのは、もうそこまでね、気にしなくていいんじゃないのかなと。ただ昨今のそのカメラ
論争というかどっち派っていうのは、基本デジタルカメラっていう大きいもうデジタルの世界の中で一眼レフなのミラーレスなのっていう話がね結構盛り上がりがちなので、まあその一眼レフのねレフ機構のところミラーのところですね、あとはペンタプリズムの、まあ、あるかないかっていうような小さな差でしかないです。まあその画像を読み取ってファインダーに映すか直接現実世界を覗いてるかとかの違いはあるんですけども、なので元も子もない、まあ、結論にはなっちゃうんですけど、個人的に今回のねご質問者様の場合はもう好みでね Z に映られるもいいし、ペンタックスに映られるもいいし、好みでね選んでもらえたらなと。でこのペンタックスっていう、まあ、ブランドですよね、リコーさんのペンタックスかな、この時代にすごくニッチ市場に、まあ、正直なりつつある一眼レフの市場をここから独占をねちょっと目指していくような戦略に見えるというところがちょっと面白いところですね。このチャンネルではですね、撮影に関すること、カメラに関する情報ニュースを毎週更新で投稿しておりますので、チャンネル登録をこの機会にぜひよろしくお願いいたします。また今回のねこの一眼レフなの、ミラーレスなのペンタックスに映るの映らないのみたいなところをぜひ皆さんのね思うところをコメント欄でぜひいろいろ教えてください。またその高評価とかね押してもらえると私自身の動画投稿のその励みになりますので、ぜひあの高評価コメントチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではですね、一眼レフに未来を見出すペンタックスというところなんですが、カメラは、まあ、レンズ資産ですね、マウント縛りがあります。このレンズマウントのねところは絶対カメラのねマウント部分っていうのは縛りがあります。どんなメーカーのものがつけれるわけではなくて、他社メーカーのものであれば基本マウントアダプターが必要だったりするんですけども、その使い続ける、自分が使い続けるカメラメーカーっていうのはそのレンズを揃えていく上で、まあ、慎重になるべきです。やっぱ500円とか1000円でレンズが買えたら、まあ、そこまでね気にしなくてもいいかもなんですけども、1本3万5万10万20万40万80万120万200万100万ってするようなレンズが並ぶので、それを簡単に買い替えるってなかなか難しいんで、やっぱりカメラのマウントっていうのは慎重に選んでいただけたらなと。でリコーさんのね、まあ、ペンタックスってなるとミラーレスを作る方針っていうのは今のところ、まあ、強調していない認識ですね。どっちかっていうと一眼レフをもっと盛り上げていこうっていう印象があります。でこの一眼レフを盛り上げていこうっていうそのメッセージ性がねペンタックスさんから出ているので、逆に一眼レフの利用者様全てをねちょっと取り込んでいくような勢いで、より一層一眼レフにアクセルを、まあ、踏んでいるような印象ですね。キャノンニコンっていうのがどっちかっていうとミラーレスの方にアクセル全踏みしている状態のところ、ペンタックスはもう一眼レフにベタ踏みしているっていうところが個人的な印象としてはあります。で、一眼レフの現状のシェアで見ていくと、キャノンが約 60% 弱ぐらいあるんですね。結構もう大きいですね。半分ぐらいがキャノンで、ニコンがまあ 30% 前後ぐらいで、ペンタックスが 10% 弱ぐらいっていうところがあるんですけど、このキャノンとニコンっていうシェアナンバーワンツーが今のところも一眼レフをそんなに出していないので、まあ、使い続ける方はたくさんいらっしゃるんですけども、もしかしたら長期的に見ていくとペンタックスの方が一眼レフ機を扱っていくユーザーの中で、まあ、安心できる引っ越し先として選ばれ続けていくと、もしかすると一眼レフを作らないメーカーっていうのはどこまでサポート保守っていうところを対応してくれるのかっていう不安がどうしても残るので、もしかしたら安心できる引っ越し先としてペンタックスへ移られると、このペンタックスっていうところがシェアがねどんどん変わっていって、ニコンがもっと下がって、キャノンももっとゴッて下がって、ペンタックスが 20%30% になっていく時代っていうのも一眼レフにフォーカスするとありえる未来なんじゃないのかなと。でこのペンタックスなんですけども、まあ、ペンタープリズムのねすごく思い入れのある、まあ、ブランドというか、そのペンタックスって名前自体がなんかねペンタープリズムを、まあ、関わっているっていうところがあるので、すごくブランドとしてね、まあ、印象深くて、今すごく盛り上がりつつある、逆に今こそペンタックス使うべきだろうっていうね結構熱い利用者さんが多くて、おおこれはすごいそのコアなファン層をちゃんと獲得してはるから、これはこれですごい成功のロードマップが引かれてるなっていうところがすごい印象受けてます。でペンタックスの K3 のマーク3なんかで使用されている本物のねマジモンのペンタプリズムに製品ロゴを刻印っていうのが印刷というか刻印したプレゼントキャンペーンみたいなものも実施されていて、あなんかペンタプリズムをそう大事にしているすごく興味深いね、今何でもかんでも家電化しているカメラに対してペンタプリズムのねすごく印象を、まあ、受けるというところで、やっぱりカメラを通じて楽しい時間をね
まあ、エンジョイしてもらえたらなというところで、質問者様のね話に戻ると、まあ、Z にすべきなんかペンタックス映りたいな、興味あるなっていうところなんですけど、やっぱ使い続けたいねカメラ選んでくださいというところで、理由は好みのカメラを選ぶと、その好みのカメラで撮影する体験を通じたモチベーションの向上、今度もっと撮りに行きたい、あそこに行きたいっていうのが、まあ、どん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 湧いてきて、あのカメラを続けていく上での、まあ、写真を続けていくって言った方がいいかな、写真撮影を続けていく上でのモチベーションの、まあ、向上維持キープするためにすごく大事です。なので確かにミラーレスではすごく便利にサクサク撮れます。すごく簡単に撮れてしまいます。親指 AF とか、フォーカスロックとか、置きピンとか、最近ねあんまり聞かれなくもなりつつあるところがあるんですけども、必ずしもそういったその効率重視が正しいとは限らないです。実感を短縮するとか、打率を上げるっていうところでは効率重視のねミラーレスを選ばれるのは正しいかもしれないんですけど、写真撮影カメラを楽しむっていうところにフォーカスすると効率よくサクサク誰でも同じような絵が撮れてしまうっていうのが正解かっていうと、そうでもなかったりするところがあります。なので重視すべきは、私たちが持っているものの中で人類皆平等にある、あの一番価値のある時間っていうものを充実させることですね。タイムマシーンが、まあ、ドラえもんかそのバックトゥザフューチャーみたいな形でできん限りは、まあ人間の中でね一番価値あるものは時間かなと。なので感動のない効率化重視の撮影、はいどうぞ、はいパシャパシャパシャ、はいどうぞ、はい次の方、はいどうぞっていう感動のない、もうなんていうか作業みたいな効率化重視の撮影よりも、なんかもう どないして撮ったんや、撮れたなんかじゃあもう一回頑張ってみよう、うん、うまいこといかんな、もう一回やってみる、あいけたみたいなね、そういった感動しつつ、まあなんか不便なんやけどなんか撮れた時に楽しいみたいなね、不便を楽しむみたいなカメラというか撮り方をね選んでもらえる方が、充実した時間にするには、よろしいかなと。なのでさらにそのミラーレスがですね、ここ数年で急激に進化しているので、まあ、取り上げられがちではあるんですけども、一眼レフとミラーレスを、まあ、比較されがちではありますが、一眼レフだって言っちゃえば3年半ぐらい前まではもう王座に君臨してたんですよね、カメラの中での。なので今まで通り快適に使えることっていうのはもう多くの方が理解してると思います。このね動画でわざわざそんな私が語らなくても、いや一眼レフだって全然めちゃくちゃええカメラやし、ミラーレスなんてまだまだ発展途上じゃい、もっとあと3年5年経って成熟してから使ったらみたいなね感覚の方も多いと思いますので、一眼レフ利用者のね方はもうぜひぜひあの堂々とね、あの一眼レフを、私はレフ機を使うというところで、持ち続けてもらえたらなと。それがまあニコンのね、まあ、DF なのかキャノンの 1DX なのか、まあ、ペンタックスのカメラなのかみたいなところがねあったりしますので、そういったちょっとねこだわったところを、カメラ写真の楽しみにしてもらえたらなと。でここが意外と大事なんですけど、今が大事なマウント変更のチャンスかもしれないというところで、カメラを買います、レンズを揃えます、いつの間にかレンズ沼にどっぷりハマってます、マウント変更しようかな、お金の問題でめっちゃ悩む、なのでまあそのまま続けていくって方が多いんですけども、私自身含めてですね、こういった大きな技術変化があるときに、そのカメラの、まあ、メーカーブランドっていうものを変更するときに、まあ、強制的にマウント変更っていうものを、まあ、考えるんですよね、選ばざるを得ないっていうときに。なのでこのミラーレス時代になったとしても、今回のご質問者様の場合は楽しく撮影できるのがニコンとか、まあ、キャノンとかそのペンタックスとリコーとかじゃなくて、ただ一眼レフっていうものが楽しく撮影できる、ただそれだけだと思うんですね。なのでそこでわざわざそのマウント変更をするんであれば、ミラーレスのちょっと感動を、まあ、実際使い続けてみるとミラーレスもめちゃくちゃ感動するとこ多いんですけども、今現状一眼レフにこだわりたいという話なので、であればこの機会にマウント変更をまあ、ぜひ検討されたらなと、まあ、もしくはもうずっとね今のカメラ使い続けるっていうのもありやと思うんですけどね、ニコンの一眼レフを。そして一眼レフに、まあ、今後もね注力していることを公言しているブランドが、まあ、ペンタックスであったというところなので、当たり前のように EF マウントから、まあ、RF マウントに移られるとか、 F マウントから Z マウントにね、そのキャノンニコンみたいな形で同社間で、まあ、マウント変更が進んでいる中、実はこのタイミングでマウント変更を検討するカメラメーカーブランドを切り替えるっていうのは、意外と
重要なポイントやと思います。ここで判断を一度決めてしまうと、また今度別のメーカーブランドに乗り換えるというか切り替えるって結構しんどかったりするんで、お財布的にねしんどかったりするんで、ここは慎重になった方がいいかなと。なのでキャノンからキャノンに移る、ニコンからニコンに移る、一眼レフからミラーレスに移るっていう同じメーカーブランドだったとしても、実はもうマウントが違うんで、同じメーカーブランドだったとしてももうそれって言っちゃうとカメラごっそり買い替えるのとほぼほぼ一緒なんですね、まあ、FTZ があるやんっていう話はあるんです。でキャノンであったりとかソニーであったりフジフィルムであったりとか、もうどのメーカーでもマウントアダプターっていうものはあるんですけども、まあ、純正、まあ、社外製含めてねあるんですけども、まあ、そのオリジナルの、最新設計のミラーレスのカメラの性能をじゃあマウントアダプターつけて全力で引き出せるかっていうと、またそれは別の話になってきます。せっかくミラーレスに移り替えるんであれば、まあ、その最新設計の、まあ、最新の、描写力っていうものを求めていかないと、せっかく何のために高いねお金出したのかがちょっとわからなくなっちゃうんで、そこはまあ意識してもらえたらなと。ただその効率面とか描写力が、まあ、今までのねその一眼レフで十分満足してるし、そんなミラーレスみたいにバキバキにねもうここまで映り込まんでええわっていうパッキーンみたいなね解像力いらんわっていう方も多いと思いますので、そういう場合はねぜひあの一眼レフのちょっと優しい描写っていうものを選んでもらえ、まあ、レンズによっちゃうんですけど、あの選んでもらえたらいいかなと。対して、まあ、反論と言いますか、この時代に一眼レフ進めるんってどうなんっていうねお声もあると思います。時代に反しとるでと、まあ、時代の流れに乗ろうぜっていうねお声もあるかと思うんですけど、それはそれでもちろん一つの正解だと思います。時代に乗っていく最新設計の、まあ、カメラっていうものに触れ続けて、最新の、機材っていうものに触れ続けていくのももちろん一つの正解です。ただそのみんなが向いている方向の波に乗るのとは違って我が道を行くっていうのも一つの正解だと思いますので、各メーカーがそのより優れた製品っていうものを作って、まあ、描写力とか携帯性とか撮影の効率とか機能っていうものがどんどん強化されていって、もうその誰が撮ろうが同じような写真になってしまうっていう時代になってきているので、もう商業撮影で使う分にはもちろん仕事道具なんで、最初からもう効率を最優先で一番新しい機材っていう、まあ、安定した新しい機材ですねっていうものを選ぶべきだと思いますし、その別に商業じゃなくて自分の充実した時間を生むためには、まあ、撮影を楽しむことにフォーカスした場合ですね、後悔しないために長く楽しく使えるカメラにすべきだと。言ってもやっぱり数十万円するんでね、レンズ含めるといくら安く見積もっても3万5万、10万弱ぐらいすると思います。今のカメラの構成コンデジやったらもっと安くなりますけど、なるので、まあ、10万円前後とかもっと高くなっちゃうカメラを買うのに、なんか買ってもねこれおもんないなっていう、なんかスマホと大差ないなみたいな愛着のないものを選ぶのは素直にもったいない。今はもうスペック的にね、まあ、機能面も含めて一眼レフとミラーレスってもう本当大きな差はないです。まあ、少し前はねその動体がどうだとかシャッター音がどうだとかあるんですけど、結構ミラーレスが克服してきていますし、逆にもう追い越しているような機能も一部あったりするので、まあ、大きな差がねもうないという状態なので、もう見た目含めてカメラのデザイン含めて、まあ好みでね選んでもらえたらなと。ぜひ皆さんの一眼レフなのかミラーレスなのか、それとも私みたいに両方を使っているのかみたいなところ、あとは一眼レフに対する印象とかミラーレスに対する印象、ぜひコメント欄でね教えてもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。